かりこもれん、こんなんあったっけ。新しいところを。ここってあれじゃない？ゴーレムおるところじゃん。ゴーレムとの戦う場所がある。とりあえず狩るか。え、ちょっと待って。え、何あれ？やばい。新種や。新種のゴーレム。あ、待って。あれなんか見たことあんねんけど。え？待って。あれゴーマじゃない？ボルドゴーマやん。え、なんで？え、ちょっと待って。待って、めっちゃ、やばいやばい、取る気なくてめっちゃ数でおった。どうしよう。はじめ、やらな。か、オープニング取らな。どうしよう。さあ、やってまいりました。ボルドゴーマに遭遇しました。というわけで、やばいやばい、全然、ちょ、頭追いついてないわ。どうしよう。まあいいか。とりあえず、狩るか。え？俺、ボルドゴーマやな。だって、カタクリと同じ見た目してるもんな。どういうこと？あれ何？宝箱か。え、まあ行くか、行こうか、いいんやな。ちょっと水の守りだけしとこう、しといて、地底に救うボルドゴーマー。オッケー、倒し方は一緒か。いや、ボルドゴーマーやな、めっちゃ一瞬やん。え、なんでお前復活してんの、意味わからない。オッケー、で、あ、もう一緒、ほぼ一緒、ほぼ一緒。いいわいいわ、ちょっともう俺というもう強くなったからな。もうこれで余裕よ。おら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 。お強い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 。おら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 。うら。あらおら。まだまだ。オッケー、半分一瞬で削れる。でも天井なくない？え、この天井に張り付くつもりよ。ただ切れただけ。やっぱでもちょっと楽すぎるな。もうちょっと。手こずってもいいかな。あ、やっぱ外した。めっちゃ狙ってる。うそ、オッケー。もうね、お前の動きは慣れたもんよ。行くぞ、オッケー。壊していく。なんか爆弾とかで押されへんかな。ちょやばいやばい、ユンボ早く脱出。この爆弾って戻り子できんな。戻り子してみよう。いけ、戻ってかない。全然戻らへん。こっちこっちやってみる。いけ、頭に当たれ、当たれー。あれ、ひるんでるわけじゃないか。まあでも、このボルドゴーマ自体はそんな強くなかったな。余裕よ。よいしょー、ぶつぶつ、オッケー、ボコボコにするから。うらららら、あら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 、うら、余裕だぜ。うら、ファントムガンの方が強かったわ。あら、いって、いや、めっちゃ吹っ飛ばすやん。早速壊す。オッケー、壊してやる。効いてるよ。おっと、しっかり抜け出す。これは爆発するから要注意。よっしゃー、終わりだぜ。終わりじゃ。あら、あ、作れた。ジョートスピア、よいしょー、オッケー。ま、してこんなもんだ。なんで復活してんねやろ、マジで。意味わからんねんけど。どういう原理。まあでも勝てたからよし。いいねー。これスクラビルドできる？もしかして。
両手剣しかないわ。いける、ボルドゴーマの眼脚みたいな。強っ、ボルドハンマー、これは強そう。イワロック用やなこれ。いや嬉しいわ、なんか熱い戦いがいきなり舞い降りてきたから。やったぜ、ゾノエネルギーの特大結晶。え、100個ってえぐい。最高俺20個しか持ったことないのに。やったぜ、またバッテリー増やせるわ、嬉しい、満足。よっしゃ、ほんならあれちょっと光らして、そろそろちょっとゲルドの方も行かなあかんからな。いや、いいね。うん、つか早くあれをやりたい。あっちゃ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 、ゲームボーイにの時空の章と大地の章、早く配信されへんかな。あれが何気に最近で一番楽しみにしてる。あれめっちゃやってたんで、世代的にね、僕が多分小学校ぐらいかなと思う。あれ一番やってた。K。待って、ノーダメじゃない、ボルドゴーマ。いや、ごめん、そんなことなかったわ。さっき戦ってたんが、ここが。ここに、この上って、あれできんの？あ、いける。よいしょ。なんか、ああ、そう。あれ絶対高画面。高画面じゃ、いい画面。うわあ、すごい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 。ふっ。3つつけたら、浮力がすごいな。よいしょ。メモ帳ちょっと見とこうか。地底には地面から天井まで伸びる壁が存在。この壁は原則突破が不可能である。地面から天井まで。ふんふん。無理に登ろうとした大の落下だったから、この壁は破る。移動時に壁を見つけなさい、壁。ふんふんふん。石のつららのもや。この壁、石のつらら。抜け穴がある壁は、ね、稀なケース。石のつらら。そんなんある？ああ、あれか。そういうことか。なるほどね。ほんま親切よな、あのメモ。あ、おった。あいつをしばきたい。しばきたいから。よいしょー。どこ行った、あいつ。よしよし、バカめ、俺の気配に気づいてないような。行って、あいつ気づいてた、あいつやるな、あいつも気づいた。撃ち抜く、シュン、完璧。まさか一発でいけるとは自分でも思わんかった。よし、オッケー、よいしょ。けんなお前。余裕あるやん。よし、バッテリーまた増やしに行こう。設計図、次は？強力ジャンプ台。あ、いいね。なんであれ、釘刺さってんの？よいしょ。で、次は、この根を、あの根っこ光らせて、一旦地上に帰るか。スピードアップさせよう。最短でいけるようにね。よし、よっしゃ、行くぜ、バーン、ゴー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 。いや、4つついてたら早いよこれ。オッケー、ギオーのね。ギオー、ギオーのね。
オッケー、ギオーのね。どういう地形や、これ。どうなってんの、これ。あ、こっちが壁ってこと？あ、これが俗に言う登れない壁？あ、つららが、石のつららがあるから無理と。なるへそ。お、ゴーレムさんいるじゃないですか。早速、ボルドハンマーで、ボルドハンマーの威力をちょっと見ちゃうか。さあ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 。さあ、あいつは何級のやつや？てめえは特級か？おい。おいおい。いきなり吸収を仕掛ける。くれ！オーケー。うるや。中東か。余裕だな。中東ゴーレムだぞ。余裕でしかない。弱点がガラ空きだぜ。ボルドハンマーくらえ。うら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 。強い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 。おいしょ。あ、惜しい。あとちょっと。あとちょっと惜しい。もう終わるやん。ボルドハンマー強っ。おっと。捕まえた。お命ちょうだい。よいしょー。余裕すぎ。ちょっと待って、これもったいないな。やばい、つけるやつない。どうしよう。うわ、もったいねー。ちょっと待って、もう無理よな、これ。スクラビルド逆に分解とかいう技ないもんな。縦につけるわ。しゃあない。中途かも。これで攻撃できひんかな。よし。オッケー。ゲルド行こう。新章突入ということで。熱っ。ちょっと待って、熱っ。めっちゃ熱いやん、ここ。日陰に入ってれば大丈夫。そうか、暑さ対策とかせなあかんのか。どうしよう。なんか暑さ対策、暑さガードあるわ。ひんやり山菜おにぎり。4分しかないけど。これもか。ひんやり山菜おにぎり。ちょっと4分で戦うか。オッケー。いやいや、全然耐えられへんやん。ちょっと待って。そんなに？ちょっと料理しようか。暑さ対策、レベル1じゃダメってことかな、これ。それか、夜までちょっと休めるとこないんかな。砂漠って夜になったら、寒いでしょ、どうせ。そういう感じでしょ？きっと。ひんやりメロンはあるから、ちょっと待って。いや、暑すぎるな、ここ。ここのマップを広げたいな、先でも。マップどこにあんねやろ。灯台っぽいのが見えへんのよね。アジー。暑すんぎ。ん？何今の？あ、やべえ。頭振ってる、頭振ってる。コログが近くにいる。ほんで、あの、もぞもぞしてるやつ何？何や、あいつ。怖っ。怪しいな、あれも。うっ！待って。あ、ちょっと待って、コログや。コログやし、あいつ何やったっけ？モルドギリアじゃなくて。ナッツ、あいつ、ちょっと待って、あいつ倒したい。懐かしい。何やったっけ？なんか音に反応するんじゃなかった？モルドラジーク。そう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 、モルドラジーク。ナッツ。おい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 、久々じゃねえか。ぶっ潰してやるよ。カモン、強敵さんよ、来い！うわあ！こんな強かったっけ？ ちょっと待って。いや、ちょっと、こいつとの戦いはちょっとやめとこ。お前、ホルゴも暑さで死んじゃうで、そんなとこおったら。大丈夫？またね。元気やね。リンクこんなフラフラやのに。とりあえず、あっこ行こう。ちょっと眺望台探すわ。さあ行きましょう。このジャンプも久々に見るわ、なんか。
なんか遺跡みたいなのもある。やばい、行きたいところが多すぎるわ。寄り道できない。よーし、これはでかい。あー、なるほどね。行き道みたいなのあるやん、ほぼほぼ。あの星なんやろ、気になる。行きたいとこだらけだが、とりあえずストーリーを進めたいので。あれ、ないの？あ、ちょっと待って、俺、ほこら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 。いや、違う。あれじゃない。あれ？あれ、俺、ほこらにチェックしてなかったっけ？あ、あれか。とりあえず、ほこら行こう。ちょっと、ほこらさっと行きます。さっと行って、そのままべーって。ここがゲルドかな？多分。お、あっこにも。ちょっと待って、なんか、ちょっと待って、なんか星が、星が、星のかけら。すごい。うん。ピンを削除する。で、あれにピンを打つ。オッケー。よし。ちょっとさっとね、ここからクリア。隠されし鉄。隠されしってなんや。隠されし。へえ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 。ここに電気をまず通してあげないといけない。これを、引っつける。これで稼働する。OK。まあ、ここまではまあまあまあね。基本中の基本ですからね。うろ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 。危な。よし。お次は、ここに電気を流すのかな。なるほどなるほど。 OK！ うまい、完璧なタイミング。ニョキッと出てくる。まあこういうことでしょう。余裕すぎ。もうゴールじゃん。さすがに違うかったか。ほう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 。ここは稼働してる。ちょっとこれ戻り越してみる。ここの上に何があんねや。あー、宝箱か。よいしょ。強そう。うわー、これやな。OK。本に電気を通せばいいから。ほう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 。あ、これ外してんの。これでどう？合ってんのかな？まあいいか。よっしゃ！オッケー！余裕だぜ！よいしょ。ハートも増やさなあかんからな。次は、こっちの道に沿って、ゲルドの谷を駆け抜けていく。お！馬さんおるやん。ゲルドキャニオン。あ、サラバードもおる。なっとっとっと。誰かと思えば相棒か。この馬宿はもう廃業してて誰も来ないと思う。さすがにちょいと油断しまったぜ。にしてもこうも気温が低いってのに、お前ってやつは平気な顔して平気ちゃうわ、お前。相棒には驚かされっぱなしやな。情報屋の小鳥ちゃんたちのさえずりによると、ここの井戸がゼルダ様し、使えなく、ほうほうほう。この井戸は従業員だけでなく、訪れた旅はうまいかかせない生活用水。
それに中にはキノコの群生地らしく、ほう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 。なるほどね。おのゆじ羽がつっかえてな。みんな行ってくるわ。よいしょー。こんな大してキノコないけど。うれ敵だらけやった。強そう。ほら。はっはっは、争え争え、見にくく争え。あらららら。シャラ、クリティカルヒット、イザルシールド強そう。いって、お前らどっちも強すぎだよ。イザルフォス強いんよ。リザルブーメラン、リザルブーメランにリザルシールドつけるわ。ほんなら、あ、間違えた。え、あ、間違えてないわ。リザルシールド付きブーメラン、なかなか強くていいのできたんちゃう。ほら見してみろよ。ん、うわっ、うわっ、よし。よっ。もうゲルドの盾はいいか。もう、よいしょ。飛んだサプライズと思ったら、やばいやばい、ほんまにこいつサプライズやわ。危険危険。あいつマジで危ないから。ちょっと爆弾で倒すわ。あー危ない。あー、ちょ、ほんまに危ない。どうしようどうしようどうしよう。ちょ、ほんまに危ない。こいつほんまに危ない。あー、はほら、だから言ったよ。危ねえ。はーい、相棒、魔物の声が聞こえてきたけど大丈夫か。あ、終わっちゃった。キノコそんなんなかったで。シャバー、俺誰やな、全然話聞かなかったな今。めっちゃ無心でやってしまった。やってしまった。じゃあ昨日もっぽいなんて喋りたいんよ。あ、ワンちゃんごめんな、ちょっと待ってな。あー、ごめんな、ワンちゃん。へいへい。うん、異常気象だよ。あー、そっか。どうやって処分？お前そんな燃やすに決まってるやろ。燃やして処分するんだよ。うらうらうら、はっはっはっは。ほんならすぐね、処理できますから。ちょっと待って、そんな、え？なんで浮いた今。ルビーの剣あるわ。俺が処理したるやん。
ほらほら。燃え移れ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 。完璧じゃないこれ。よう中が焼けへんかったな。もう終わりましたよ。でも燃やした。あ、派手に壊したからあそこ壊せるんか。Thank you。終わっちゃったー。特になんもな。ワンちゃんかわいいな。よし、気を取り直していくぜ、砂漠。だいぶ時間食っちゃったな。とりあえずゲルドのとこまで着きたいな。そこまで行って終了かな、今日は。まずはカラハザールへ。ゲルドカルトの位置。コログちゃん、ちょっと、ここではやめてくれ。遠いし。バーサーク。バーサーク。これあれやん、何やったっけ。砂漠アザラシみたいな。砂漠の砂塵のせいで、この、砂塵、砂ザラシ。砂ザラシだけの荷台付きのソリザラシ。ソリザラシでお願いします。砂の上しか出てけん。オッケー。これでコログ連れていくわ。ありがとう。さあ、友達んとこ行きますよ。コログさん。よし。オッケー。ゴー。え、これどうやって飲んの？じゃ、分かってるって。ちょっと待ちいな。後ろにつけとくか。オッケー。いけー。ナイスー。いいね、いいね、いいね。さすが。ソリザラシめっちゃいいやん。減速。追いついた。いいえ、とんでもございません。ちょっと砂ざらしそこで待っててな。ほこらはちょっとまた行くっつ。地を滑るものを。そういや、なんかソリのレシピをそういやゲットしたね。戻れこしたらいいんじゃないの？知らんけど。滑っていく。オッケー。こっちか。すごいな、なんかここ操縦桿があって、操縦桿をつける。押せる。ギリ間に合わない。
よし。おっと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 。よし。砂場走るマン、ゴー。いっけー。いいねー。なるほど。砂場はこれで乗り越えてくださいと。いうことね。ゲイ。あー、カルボナーラ食いたいなー。懐かしいな、ここでも。なんかでっ、なんかすげえ竜巻みたいなの出てるな。どうした、どうした。お、めっちゃ笑ってるやん、お前。このスタマフルそうでたら確かに。はっはっは。じゃあ、そんなこと聞きたいんちゃうね。この先はコンパス砂塵地帯。いや、思ってるよ。ゲルド族なんかどこにおるの？うわぁ！砂塵地帯。確かに、何にも見えんくなった。でも最近変わったんやね。ボッタとかサーバーとか。微妙サジン出し飲み会入りやじゃん、取れないかったんやね。上に行けば行くほど薄くなるから。なるほどね。コンパスもくれち、このワシさ。サジンは。さよならとさ。お姉さんゲルド？サバふんふん。つまり音が、まあボーイであろうとな、今はさえ。キャラバン隊？ハイリア人の商人たち、砂塵で商売どころじゃないならな。今は間違いない指揮を。とりあえずゲルドの方行くか。なんとなくで行けそう。いや、今、こっちに何かおったな、今。人かな？いや、違う！キモ！もやろ！こいつもやしたら、なんかな、骸骨になるよね。おらおらおら！おらー！キモいぜ。まくらってない。これが効くんすよ。よし。砂漠の裂け目。裂け目なんかあんの。あ、マジか。やってんなこれ。ち。くそ。しっかり対策してやがる。ですが、イエーイ。さらにそれを上回っていく。あ、いいね。上からやったら見える。あー、入っちゃった。こっち突っ切ってたらいけるんちゃう？よし、力沢で行こう。走れ、リンク。こっちまっすぐ行ったら、ゲルドが見えてた。元々のちゃんとした生き方って何なんやろな。こっちの方向を間違いないから。わ、ギブド希少。見えた。あれ抜けたんじゃないこれ。よっしゃー、ゲルド待ち着いた。無理やり。無理やり到着。よっしゃ、着いたぜ。
入れてくださいと。え、待って、え、どういうこと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 、え、おゲルドのマシャンな、なんでギブと思うの、キモキモ、え、どういうこと、何がどうなってんのこれ、え、怖い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 、そのもういいって、その怖い系のやつ、お、おる、ヘイツイザー聞こえるか、こちらは異常なし。ん？な、ボーイ、三人間の相手。ゲルドの民の地下街。悪いが、ボーイ。ボーイ？いやいや、ゲルド、男という。悪いや、悪いだの来てな。ゲルド族は成人するまでボーイと交流できないんだ。ん？何か異常か？ああ、ボーイが迷子ね。何？ボーイだと。心配しなきゃ。連絡の覗き案は届かない。小さきボーイだ。皆からボーイが見えることもない。連絡と、本来はゲルドの町で、ボーイ、しかし今は非常した。地下街に探し、殺人をした。ちょっと、どこ行くの？ちょっと。定期的な。なるほどね。覗き見するとこれで。やらしいね、リングも。この手紙が水路を抜けて外の世界にある運命のボーイ、これはもう地上の水汲み場とつながってる変なもん、オッケーオッケー、へへー、なるほどね、しめしめ、地上の水汲み場ね、水汲み場、水汲み場はどこや、ここはなんや、お、ここや、あ、流れてきてる、ボーイに届きましたよ、ボーイに、あ、受け取られへん、これで泳ぎ早なるってなってるけど正味微妙よな、この上がこれ行って大丈夫だな殺される、よいしょ、どうも。ボーイだ、ボーイがいるぞ。まあ、やっぱ無理か。待て。誰？ビューラ、ギルド族の人。ビューラ、こんな人おったっけな。久しぶりな、はや。覚えてる感じか、構わぬ。この者は族長から町に入ることを強制される、町の備品も好きに使う、みんなに伝えておけ、よほどのこと、そうなんですよ、こうこうこうでね、ハイラルの姫君が、ハイラル城のことはそういうじゃん、ふんふんふん、剣士、居合、リンク、あの最近大前よ、ご利用しですよ、殺人は少し前に突然発生してな、原因を突き止めようと調査に向かったのが砂漠に現れたもの、ギブドの群れに調査で手広くやられて、ギブドどもは地上の町を脅すゲルのためここに避難する、町を守る者として情けない限りだ、故にお前の姫探しに協力したくてもいいまずかい、いいよ、可愛いからいいよ、ルージュ様はこの事態を打破するために力を入れない、今タンリンというと、ルージュ様は北の遺跡、よし、じゃあ北の遺跡行くか、次回、戻る、投げたらいいやん、恥ずかしがらずに、ほうでない、なあ、なんか投げ入れるじゃない、はっきりしてもいいじゃない、怒られた、おい、まあそう言いなさんね、男ですよ、ゲルト君、成人前の場合がボーイと話すとザンス、うんうんうん、わかりました、すいませんね、お、美人ですね、お姉さん、私はワーシャよ、恋の ABC を教えてるの、はい、います
正直なんでね、正直さ、ボーイの魅力はきっと相手の伝え。街の中、本物のボーイズファンだから。ね、あ、でも、お昼は幼い場合たちの時間。成人した場合しかいない夜の時間。サーバー。前向きにボーイハントなんていこう。ん？参加します。はい。今日はボーイと一緒に実践レッスンやって。お前まさか そんないきなり、それ本で見たことあるよ。今度覚えてない。それじゃあネリシちゃん、あなたならできるわ。頑張って。おい、無夫婦な展開かつい任天堂。お前先生無理です。ボーイの顔中あーんって恐怖心ね。一度でも、リンク見したってくれ。でも彼女にとってボーイはエア人形でしか、顔が隠れていたらまだいい。今回は付き合ってくれ。サークサーク、これでどう？これ顔隠れてるで。むしろ可愛い。ネリッシュちゃん落とすわ。ちょっとネリッシュちゃん。得意料理はイチゴクレープ。いつかもいいやん。イチゴクレープ美味しいやん。特にスイーツを作れる場合にボーイは弱い。確かに。まあ俺はスイーツ作れるボーイやけどな。あなたもサークサーク。俺は？俺ないんですか？参加します。はい。次の女か。よし、次の場合ね。ん？ビビってるリンクは。バーのあれでもない。難しいな、レディーは。さあ、恋愛機。酒飲ましちゃったらいい。こっちは何？私の、私はタンパ。パトリシアちゃん様？族長様の相ざらし。パトリシアちゃんと一緒に行ったか。よし、じゃあ俺が行ってくるわ。よし、まあというわけでね、とりあえずゲルドの町にはやっと着いたんで、あとは北の、ここが北のところにね、修行の地へ、まあ後ほど行きたいと思います。ということで今日はここまでにしようかな。では本日もお疲れ様でした。ありがとうございました。ではまた次回。